台北101は中華民国台北市新岐区にある超高層ビル。地上101階建てで、名前はこれに由来する。高さは509.2メートルで、地下は5階まである。建設段階の名称は台北国際金融センター。7年間の後期を経て、2004年に世界一の超高層建築物として竣工した。台湾の著名な建築家である李ソハが設計し、 施考は、熊谷組を中心とした JV により行われた。総工費は約600億元。2004年12月31日、出入口でオープンを祝う式典が催され、当時の馬英九代北市長と、陳水編中華民国総統も出席してのテープカットが行われた。また、2005年12月31日の大晦日には、このビルのある市政府で、 カウントダウンイベントが行われ、台北101から、電飾と共に2分強の間、節などから大量の花火が打ち上げられた。毎年5月には、このビルの1階から、展望デッキのある91階までの2046段の階段を駆け上がる、台北101国際投稿祭レースが開催されている。建物内のチューンドマスダンパーの場所、 509.2メートルという高さは2007年7月にブルジュ・ハリーファに抜かれるまでは完成建築物としては世界一高いものだった。全面ガラス張りの近代的建築ながら輪郭は伝統的な宝刀と竹の節がイメージされている。また、環境設計や安全を踏まえ設計された。例えば、この外面のガラスは8トントラックが乗っても耐えうるほどの強靭さを誇り、さらに、 紫外線や熱量に3カットする性能を持ち合わせ、杭は8本の巨大な柱で、支持層の下30メートルまでしっかり打ち込まれている。風による振動を緩和するために、巨大な TMD が建物上部に設置されている。27階から90階にかけて、逆台形をした8階分を一節として、8つの節型手に連なる。十四階から十七階にかけて、 中華圏の昔の貨幣をイメージしたオブジェが各方位に設置されている。中華圏において8は縁起の良い数字であることから多用されている。エレベーターは東芝エレベーター製で毎分1,10メートルの速さで上昇でき、地上1階から展望台のある89階まで39秒で到達する。この速度はそれまで横浜ランドマークタワーのエレベーターが持っていた記録を 更新し、2004年、世界最速として、ギネスブックに認定された。このギネスブック認定賞は89回、エレベーターホールに飾られている。なお、加工は、毎分600メートルである。エレベーター内の、両サイドに、ディスプレイがあり、上昇時、加工時ともに、階層、高さ、分速、37秒からのカウントダウンタイマーが、リアルタイムに表示される。 またエレベーター作動と同時に天井には星空が現れ音楽が流れ出しエレベーターガールのアナウンスとともに別世界へといざなわれるエレベーターに小銭を縦に置いても倒れないほどの上がり方で世界で反響を呼んだ t m d このレベルの超高層建造物では地震よりも風圧による振動の方がはるかに考慮すべき精神対策となる特に台湾は 大型台風が頻繁に直撃する気候のため、暴風対策には非常に力を入れた設計になっている。87階から92階の中央部の吹き抜け空間には、風による振動を緩和する目的のみで巨大な TMD が設置されている。マスダンパー全体の重量は660トン、最大1枚あたり直径5.5メートル、厚さ12.5センチメートルの輪切りの後半を、 41層を重ね溶接して球状にし、92階から長さ42メートル、4本ごとに束ねられている太さ、直径9センチメートルのケーブル計16本で吊っている。そしてこのマスダンパーの効果で、理論上は風力による振動を最大40%抑制できる。台北101のイメージキャラクターはこのダンパーをモチーフにしている。台北都市運の淡水心理戦。 台北101予防駅下車すぐ2013年11月24日のその他路線バスも利用可能である入り口は建築物主体の隣のショッピングモールの5階にある2016年10月1日現在入場料は以下の通り建築物主体の入り口から入ってオフィスフロアへのエレベーターへ通じる専用口より入る入り口にはセキュリティゲートが設けてあり 通過には入居の企業が発行した社員カード及びゲストカードが必要で通常観光客は入ることはできない。2008年の年越し花火1、2013年、現在の日没22時の通常ライトアップの時刻表を2004年以降、毎年の大晦日の夜12時に年越し花火が上げられる。2002年3月31日に 台湾東北部で M7.1 の大地震が発生。この揺れで当時建築中だったこのビルの頂点の56階イコール約250メートルに設置されていた作業用タワークレーンが真っ逆さまになって地上に落下した。死者5名のほか、車が下敷きになるなどの被害が出た。また、この地震での死者はこの5人であると見られている。2015年11月14日。 パリ同時多発テロ事件への抗議と哀悼として、トリコロールの三色にライトアップした。ありがとうございます。